歴代の内閣総理大臣を早口で紹介。17人目は浜口与幸。1、若年期。浜口は東京帝国大学法科政治学科で学び、優秀な成績で卒業した。2、官僚としてのキャリア。大蔵省に入り、大蔵次官などを務めた。また1915年に立憲同志会に入党し、衆議院議員に当選した。3、内閣総理大臣としての就任。立憲民政党総裁として田中義一内閣の後を受けて内閣総理大臣に就任した。彼は金解禁や緊縮財政政策を断行し、ロンドン海軍軍縮条約を結んだ。また日本の首相で初めてラジオを使って国民に直接政策を訴えた。4、経済政策。浜口の経済政策は金本位制の再建と日本経済をデフレから救うための金解禁に重点を置いた。しかしこの措置は輸出量の減退を招き、経済失政と評される結果となった。5、暗殺未遂事件。1930年11月14日、東京駅で愛国者社員に至近距離から銃撃される事件が発生。この事件で浜口は重傷を負ったが、一命を取り留めた。